皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回はですね、速いパドドなんかこんなんあるじゃないですか、なんかこういうの。練習方法っていうのを紹介したいと思います。まあ、このフレーズ結構破壊力があるしかっこいいのでやってみたいっていう人多いんですけど、まあ、なかなかこうスピードが上がりにくいっていう人もいたりとかすると思うので、ぜひまあこのフレーズの練習の仕方、スピードの上げ方っていうのを紹介させていただきたいと思います。で、まあ、このフレーズ、マン・ウィザ・ミッションのイビルズ・フォールっていう曲やったかな、なんかこういうフレーズで使われてたりとか、あとね、世紀末の地獄の皇太子っていうね曲があるんですけど、なんかこんな感じの、フィルがね使われてたりとかするんですけど、まあ結構ね、曲の中で使われることが多かったりすると思うので、これの練習の仕方っていうのをご紹介させていただきたいと思います。で、まずこの手順は右左足なので、これをちょっとねひとまず体になじませてください。右左足タタドタタド三連符なので、タタドンタタドンになったりとかするんですね。これやってたらでは繋がりが悪くなるので、タタド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 タヌキタヌキっていうのをしっかりと繋げれるようにしてください。これね、スピードを上げるよりかはまず3つ綺麗に鳴らせるっていうことを大事にしてください。そして、3つ綺麗にある程度鳴らせたら、次は順番にタム回しをして、手足を分離させるようなイメージでやってみてください。これの感覚としてはこれね、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3みたいな感じで、このままスピードを上げていくような感覚ではもちろんなくて、だからこの連続で叩いてる時も、こう右左足でやってるわけではないんですよね。で、まあ、どういう感覚でやってるかというと、手は手で弾んでるような感覚と、あと足は足で1打踏んでるやつっていうのと、これをガチャッと組み合わせてるような感じで、っていうこの手足が別々に動いてるような感覚っていうのはあるので、なので右手と足で、右手と足の関係をまずはねちょっと掴んでみるっていうのもいいかもしれないですね。タンド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 、カンメオカンメさんよーですよね。でこれも、タンドンタンドンになったりとか、タドンタドンになったりとかなったりとかしないように、もしもしカンメオカンメさんよー歌いながら、最後にこれも一番大事なことなんですけど、このフレーズっていうのが6連符なんですよね。タカタ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 、これ一拍で6発の音を鳴らすので、でタカタ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 でいくと3連符なんですよね。タヌキ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 になると3連符になるので、この6の感じ、新幹線新幹線新幹線新幾線のこう一拍で6発の感覚をつかめるのがこのフレーズでは最も大事なので、1回で6発っていう感覚が大事なので、これねアップダウンをちょっと使って練習してみてください。練習としてはさっきのあのもしもしかんめよのタンドタンドをこれ、ね、アップダウンでやってみるって感じですかね。こう
でタンド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 、スピードが上がらない最大の原因がこのリズムが取れてないっていうのが一番の原因やと思うので、だから1回で6発6連符の感覚をつかむっていうのが大事だと思いますかね。だからさっきのもしもし画面をマンウィザミッションのイビルズフォールなんかはすごいやりやすいですと。バンバンバンドゥ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 ンっていう感じのパターンなんですけど、タンタンタンドコトタカトドコトタカト、この6を2回やってる感じかね。できるようになるとやりやすくなってくるんじゃないかと思うので、ぜひこの速いパドと、練習をしてみてください。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。